魔王クリチェフスコイ・シス。長きにわたり魔界を統治してきた偉大なる王の死は異空の闇を駆け抜け、瞬く間に魔界全土へと広がった。これを機にクリチェフスコイ聖火でくすぶっていた野心旺盛な悪魔たちが次々と台頭。魔界は群雄割拠の乱世を迎えることになる。それから2年後、知らずは。殿下、よかった、まだ生きてたんですね。勝手に殺すな、少し昼寝をしていただけだ。それよりお前、後ろに転がっている武器は何だ。いや、これで殿下を起こそうかと。お前な、俺様を起こしたいのか殺したいのか、どっちなんだ。どっちでも。ああ、いえ、起こしたかったんです。はい、はい。で、何事だ。わざわざ俺様を起こしたからには何か用があるのだろう。あ、そうでした。大変です、殿下のお父上クリチェフスコイ王が死んじゃいました。親父が、いつだ。2年前。ちょっと待て、ということは何か。俺様は親父が死ぬ前から、つまり2年以上も眠り続けていたわけか。はい。はいってお前、なぜ早く起こさん。だからこうやって一生懸命起こしてたんじゃないですか。殿下が寝坊している間に魔界はえらいことになっちゃってますよ。魔王の座を他の悪魔に奪われても私は知りませんからね。なんだと、魔界の次期後継者たる俺様を差し置いて魔王の座を奪うだと。良い度胸だ。片っ端から皆殺しにしてくれるわ。はい、殿下、このエトナもお供させていただきます。第1話、魔界のプリンス。
て。久しぶりに軽く一暴れしておくか。体がなまっているかもしれんからな。あ、殿下、手頃な相手がいましたよ。はぐれ悪魔か。殿下、ここはエトナにお任せを。長いこと寝てたせいで戦い方を忘れてるといけませんからね。こんなこともあろうかとちゃんと用意してあるんです。ブリリー隊カモン。出てこいっつってんだろおめえら。どうです殿下、私が雇ったプリニー隊です。私が一声かければ100億光年の彼方からでもさっそうと駆けつける忠実な家来です。あれがか。ほら忠実でしょ。お前な、戦う前から味方にダメージ与えてどうするのだ。それよりあの悪魔殿、さっきからずっと待ってるぞ。あ、ほんとだ。わざわざ待っててくれるなんて律儀な悪魔もいたもんですね。うん、敵ながら見上げたやつだな。その心意気に免じて半殺しで勘弁してやろう。殿下ったら優しい。私だったら全殺しするのに。優しいだと？やめろ、寒気がするではないか。くそ、半殺しは撤回だ。俺様が全殺しにしてやる。ムキになっちゃって。まだまだお子ちゃまね。単純単純。これなら思ったより簡単に計画が実行できそう。ん？何か言ったか？いいえ、殿下。ささ、ご命令をば。戦い方、覚えてますよね。では、殿下が忘れているといけないので、戦闘の基本について説明します。まず、マップ上のベースパネルにカーソルを合わせ、丸ボタンを押し、戦闘に参加させるキャラを呼び出します。戦闘参加をキャンセルしたいときは移動させた後、対象キャラにカーソルを合わせて×ボタンを押してください。ここで×ボタンを押すと、このようにキャンセルされます。それじゃ呼び出したキャラに指示を与えましょう。選んでみます。これで行動登録が済んだわけです。行動登録を実行したいときは三角ボタンでメニューを呼び出し、攻撃開始かターン終了を選んでください。ここでは攻撃開始を選んでみます。はい、攻撃しましたね。行動登録、三角ボタン、攻撃開始。この流れをよーく覚えておいてください。複数のキャラがいる場合、行動の順番は指示を与えた順になります。攻撃、特殊などの行動を実行した後はキャンセルできないので気をつけてください。味方の行動が終わったら三角ボタンでメニューを呼び出し、ターン終了してください。敵の行動ターンに移ります。なんで俺様がこんな目に。俺様は魔界の次期後継者だぞ。はい、これは悪い見本です。殿下のように一人で
敵の中へ勝手に突っ込んでいくやつはアホです。お前がやれと言ったのではないか。殿下のように戦闘不能になったキャラは魔王城にある病院でヘルを払うと復活させることができます。しかし出撃できるキャラが全員戦闘不能になった場合ゲームオーバーになるのでご注意を。戦う時は一体の敵に対して複数で袋叩きにするのが基本というわけだな。その通りです殿下。次からは気をつけてくださいよ。だからお前がやれと言ったのであろう。敵に隣接して攻撃するとき左右後方いずれかに味方が隣接していると発動することがある連携攻撃。同じ敵に連続して攻撃を決めることでダメージを増加させるコンボなども試してみてくださいね。その他わからないことがあったら三角ボタンメニューの戦闘知識を読んでみてください。What?